次の大将、神は私に仰せになった。お前は私の子、今日お前を産んだ。恐れるな。
私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は野にくるまって貝を桶の中に出ている血の水を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり神を賛美していった。移動高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。キリストに賛美。皆さん改めてもう一度クリスマスおめでとうございます。クリスマスはなぜか私たちに大きな希望を与えてくれます。クリスマスが好きなのは子供だけではなくて、大人もやっぱりこのクリスマスが好きなんですね。どうしてでしょうか。よくわかりませんが、やはり私たちを子供心に帰らせてくれる、そういう日ではないでしょうか。で、このクリスマスにはいろんな飾り付けがあります。クリスマスに関する話もたくさんあります。でも実は聖書に、福音書にこの主の降誕についてあることはごくごくわずかなんです。そのわずかな聖書の話を元にして人々はこの2000年の間思いを馳せてきたわけですね。きっとクリスマスはこうだったに違いない、幼子イエスが生まれた時はきっとこうだったに違いないと思いを馳せてきたわけです。実は聖書には救い主が真夜中に生まれたとは書いてないんですよね。書いてあるのは誰かというと、今日の福音書にありますように羊飼いたちが路宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づいて、こう言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この箇所からじゃあきっと救い主は真夜中に、夜の神話の中に生まれたんだろうと、そう思いを馳せて、そしてもうそれ以来2000年間この夜半のミサを捧げて主の降誕を祝いしてきたわけです。それとかクリスマスのシンボルである馬小屋、実はこの聖書には救い主が馬小屋で生まれたとは書いてないんですよね。書いてるのはこの一言だけです。初めてのマリア、月が満ちて初めての子を見るのに来るんで貝場桶に寝かせた。宿屋の階段を泊まる場所がなかったからである。皆さんどこにも馬小屋とは書いてません。書いてるのは貝場桶に寝かせた。でも貝場桶があるのは普通家の中じゃなくて家畜小屋、きっと馬小屋だったんだろうと人は思いを馳せて、この馬小屋を描いてきたわけです。それとか来週は主の降原の祝日で、プロイスはクリスマスのために人々をやってきて告白し、聖体拝領するために八里内地十里の遠方から来ることも厭わず、お前や籠に乗って運ばれて来ることもできたのに、一同は新人からここでやってきたのであると、その頃のキリシャンたちの信仰の深さを称えています。実は聖劇ももうすでにその頃行われていたわけです。この聖劇が行われていた記録というのは1560年大分県で最初の聖劇が行われたと記されています。実はその内容はアダムとエヴァの話から始まって、そしてソロモン王とソロモン王の話、賢者であったソロモン王はそれの赤ん坊の裁判
を見事に成し遂げ、そして、天使が現れて、幼子イエスが生まれて、天使が現れて、高校の博士たちが礼拝に来たり、そして、最後はなんか最後の審判で締めくくられていたわけです。そして実はこの聖劇は全部日本語で行われていたらしい。しかもその中には浄瑠璃風があったり、洋曲、舞曲があったり、でその頃すでにウリオウリオ聖歌も歌われていたと、この宣教師のフロイスは伝えています。現代でもクリスマスになると、戦争をしていたら国はこのクリスマスの時期にクリスマス休戦という制度があったりします。私が住吉号の中にドイツ軍とフランス軍の話を書いてますので、後からご覧ください。実はこの日本でもキリシタン同士戦わなければいけなかった、そういう時期があったんですよね。で当時はキリシタンが多くて、まあ、戦争になるとキリシタン同士で味方に分かれて戦わなければならなかったと記されています。そんな中でのクリスマスを迎えた記録が残されています。永禄11年、1566年織田信長と松永久秀が大阪の堺で陣を敷いて、そして両軍睨み合っていた時ですね。で宣教師のフロイスはそのクリスマスなたらの前夜、両軍の兵士に呼びかけて、イエス様の護衛を飾り、集まったキリシタンたちはお互いにこの、まあ、国会をして、そしてミサ、に預かり、そして兵士たちはそれぞれ料理を持参して食卓を共にさらし、そして武士たちにお供したその息子たちが給仕をしていたとプロイスは記されています。そして最後にこう記されています。互いに敵対する軍勢から来ていたにもかかわらず、あたかも同一の家臣であるかのように、大いなる愛情と礼節をもって応接していた。彼らはひととき共に神のことを語り合い、やがて東西へと分かれていったのであったと、まあ、宣教師はこのように書き残しています。この今コロナをはじめいろんな状況、難民、アフガニスタンとかミャンマーとか、命の危険に迫っている人たちが無数にいます。そのような人たちにせめて一晩だけでも幼子イエスが大きなお恵みをもたらしてくださって、共にこの種の講談をお祝いすることができますように、今困難な状況である人々の上に幼子救い主イエスキリストの恵みを願いましょう。終わります。行きましょう。主の平和のうちに。